演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、日本の地元の商品シリーズ。今回はなんかジェラート、美味しいと言われているジェラートがありましたね。感じました。こちらが桃ミルクジェラート、なんか黒いいちごジェラート、ミルクジェラート、オレンジジェラートに抹茶とほうれん草のブレンドジェラートです。あとは先日食べたベルクラインのパフルのうち、まだちょっと食べられてなかったし、フレーバーが3種類ありましたね。それも買ってみました。どれも美味しそうですね。ではチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。溶けるの嫌なのでジェラートからいただきます。まずはこの看板と言われる桃からいただきますね。果肉がいい感じになってますね。ではいただきます。フルーツの風味たっぷり感じられるのがいいですね。ミルクジェラートはミルクの風味が口に出して濃厚に広がっていって、ちょっとジェラートなのでシャリッとした食感もあって美味しかったですね。これをベースにしたけど、桃はちょっと桃の主張が弱かったのが残念でしたね。完全にミルクに飲まれちゃってる感がありましたので、もう一度桃の甘酸っぱさを感じたかったです。ほうれん草と抹茶はほうれん草の青さは全然なくて、濃厚な抹茶で本当に食べやすかったです。春で野菜が取れるなら嬉しいですね。オレンジも爽やかな酸味が口の中でシュワッと弾けて、シャリッとした音とともに口の中で広がってくれて美味しかったです。そして黒いちごはいけずと黒ごまみのように見えるんですけど、食べてみたら本当にいちごが甘酸っぱさが口の中にわっと広がってましたね。いちご自体の甘酸っぱさは赤とそんなに大差はないんですが、色で度肝を抜かれました。これはまた良かったですね。それではあとはこちらのワッフルたちからいただきますね。1種類だと思ったら3種類もあったんだ。食べ慣れてなかったのチェックして、まあ期間限定とかもあるので一概には言えませんが、ではうわ、いや変わらずな、この甘くていい香りいいですね。ではいただきます。相変わらず意表をついてくるワッフルです。今回もやられましたね。かこちらのさくらんは、さくらんのさっぱりとした甘さが口の中に広がってきてよかったですね。このワッフル本当和風とも合いますね。でこちらのマカダミアナッツは、マカダミアナッツ味のクリームが何か入ってるのかと思ったら、まさかのナッツそのものがザクザクと入っていて本当にすごかったですね。食感もしっかり感じられましたし、とっても美味しかったですが、本当意表をつかれました。そして最後にこのラヌト金時味、これはさつまいもの甘さが口の中に広がってきて、しっとりとした美味しさで美味しかったです。芋あんとかとはまた違った美味しさがありましたね。でも今回はこのマカダミナッツが一番インパクトがありました。やっぱりこういう風な紙を入れるだけのことはありますね。このジェラートもワッフルもとっても美味しかったです。こういう資産地消も大事ですね。もっといろいろ見つけて食べていきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞編入。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。